五代目、市川段十郎の、しばらく、春、甲賀。勝川春美とは、江戸時代中期の浮世絵師。勝川春将の門人。本生は、清川、通称伝次郎。勝川のが生を称す。江鹿がざる以降には、通称喜三郎、一度破門されて、蘭州と名乗ったが、春将とは牧して春吉見に会合したとする遺説がある。作画期は、明和末年から、 文化の頃にかけてで、作品は、細版の役者絵が、最も多く、再版2枚、俗、3枚続くに特色が見られる。役者大首絵の他相撲絵の作もある。天明8年から完成2年頃には、半身像による大首絵を、さらに、クローズアップさせたブロマイドのような、大顔絵で五代目、市川段十郎の、しばらくなどを描いた。春吉見の、大顔絵は、 後の当衆祭写楽に影響を与えたと言われる。他に、起拍子やシャリボンの挿絵も手掛けている。浮世絵類降には45、6歳の頃に中部を、患い、右手が使えなくなったことにより、以後は絵を描くことを止め、麻布の全福寺に豚生したが、カラステ縁馬の求めにより、市川白縁の像を、左室で描いたとある。去年70、墓所は、 台東国西浅草の前正寺、法名は、尺春、更新寺。神谷勝弘、勝川春章電気商工、浮世絵芸術173号掲載。図説浮世絵入門46ページ。中田勝之助、変更、浮世絵類校、岩波文庫、1982年、127p。ありがとうございます。